た出てくっても間違えちゃった。させよ、させよ。はい、こんにちは、ミカスです。以前自分のまあ上げた動画でですね、Hulu、ビデオオンデマンド配信をやってる Hulu、 これがねすごいおすすめですよっていう、こういう動画を以前上げたことがあると思うんですけど、まあね、まあ映画も山ほど見れるし、まあドラマね、日本のドラマから海外ドラマ、それからアニメも最近充実してきてるみたいで、ほんとね、いろんなものが見れるんですよ。で、月額大体1000円ぐらいで見放題なんで、もうこんないいものはないんじゃないかと、個人的に思うわけですよ。こう映画とかドラマ好きになったりすればね、こんないいものはないんじゃないかと思うわけなんですけど、ちょっと一個だけね、紹介したい海外ドラマがあるんですよ。まあ海外ドラマってきっとね、こう両手がいろみたいな、24とかね、こう無人島にこう着陸して、いろんな人の人間ドラマがああでもないこうでもないって、ロストとかね、あとは特殊能力で世界を救うみたいなヒーローズとかね、どれもね面白いです。どれも面白いんですけど、もうね、これは日本ではね隠れた名作と言って過言ではないと思うんですよ。今日紹介する海外ドラマ、それはですね、ブレイキングバッド、これですね。はい、まずね、このブレイキングバッドのあらすじをちょっとだけ説明させていただきます。ブレイキングバッドっていうのは、あるね、高校教師、化け学、科学のね先生が、癌になっちゃうんですよ。余命いくばくもなくみたいな。で、ちょっとね、麻痺を持った息子がいて、で、奥さんがいて、で、これから赤ちゃんが生まれるっていう、家族なんですけど、もう余命いくばくもないので、もう死んじゃったら、家のローンとかね、その生活費をどうするんだよってなった時に、主人公の義理の弟が麻薬捜査官ってやつなんですよね。で、なんかその麻薬ってすごいなんかお金が儲かるみたいな話を主人公は聞くわけですよ。でね、昔のなんか元教え子の若いイケメンのね青年がいるんですけど、彼がなんかその麻薬の売人をやってるんですよね。で、ひょんなことから、その二人でね、こうパートナーを組んで、麻薬を作っていくと、作って売ってものすごい荒稼ぎをしていくっていう、大まかな話の流れなんですけど、今 Hulu 上ではね、その第5シーズンの、どこまでいったの、半分ぐらいまでいったのかな、毎週金曜日に、最新話が今第5シーズン配信されてるんですけど、いやー、これがね、日本ではなんかその衛星放送の CS とかね、もしくは Hulu じゃないとあんま見れないドラマなんですけど、知名度が抜群に低いんですよ。自分も Hulu の中にあるのは知ってたんですけど、なかなかね、やっぱこう派手な方に行っちゃってね、なかなか見ることがなかったんですよね。で、試しに見てみたら、これが面白くてね、もうハラハラドキドキの連続で、もう夜も眠れないぐらい見続けちゃって、いくらでもね、Hulu見れちゃうんで。評論家の人っているじゃないですか、映画評論家とかそういうドラマの評論家みたいな人で、大抵ね、どんな映画見ても、はあ、この映画のここがダメだぜみたいな、なんかそんな展開ねえだろうみたいな、なんかそういうことをね、ああいう方々はよくおっしゃられるとは思うんですけど、このブレイキングバッド、気になってちょっとネットで調べてみたんですよ、そのブレイキングバッド。そしたら、さっき言ったその評論家の方々が大絶賛していると。で、第1シーズン、第2シーズン、第3シーズン、第4シーズン、第5シーズン、もう全てが完璧だと。
今までの過去のドラマ史上類を見ない、このドラマの完成度は一体何なんだと、なんかもうね、ハリウッドの有名なね、ハリウッドスターも、例えばアンソニー・ホプキンス、もう一気にだいぶ長く見ちゃって、もう好きすぎてね、その主人公の方にファンレターを送ったとかね、まあ、いろんな逸話があるんですけども、まあどの評論家も大絶賛をすると、もう何しろそのね、主人公の演技力も素晴らしくて、もうどん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 こう入ってっちゃうんですけど、もう脚本も完璧だと。登場人物がね、あんま多くないんですよ。その家族と周りの人たちみたいな、それとその麻薬関係のね、こうかなり悪い人たちがいてみたいな、で麻薬を買う人がいてみたいな、世界観もね、そんなに広くないんですけどもね、その人数なのに、なんかこう飽きることなくね、こういろんな風にね、さあ、いかがだったでしょう。まあね、あんまり言っちゃうと面白くなくなっちゃうんで、あんまり 言わないんですけど、まあ何しろね、練られてます、ものすごく練られてます。まあ何しろね、そのこう長いドラマってなると、こう第3シーズン第4シーズンあたりはこうだぜみたいなのがありがちなんですけどね、一切ないです。最初からまだ最後まで行ってないんですけど、もうずーっと同じ緊張感が続いてね、久しぶりにものすごく面白いドラマに出会った気がします。はい、ということで今日紹介しましたのは、ブレイキングバッドの紹介でした。以上ですみたいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。